第310回トイック公開テストの感想をやっていきたいと思います。鉛筆を短いのにするっていうやつです。パート1、パート2は最後の選択肢を聞く前にマークする。これ相当分かれると思う、意見が。30分かかってますね。Why can't they load all of the crates onto one truck? A. ほら、始まりました。もてつチャンネル。さあ、受けてきました。第310回トイック公開テストの感想をやっていきたいと思います。12月18日午前ですね。今回は、サンタトイックと提供でお送りします。AI が診断してくれるトイック最強アプリでございますね。めちゃくちゃ問題数もたくさん載ってる。今から新規登録者のお得なキャンペーンやっております。後で実際僕もやってみたいと思います。はい、それでは感想いってみましょう。感想やっていくんですが、今回の縛りですね。はい、私もうトイック満点100回超えてから縛りつけて受験してますから、今回の縛りは2つ。1個は鉛筆を短いのにするっていうやつですね。で、まあこれぐらいの長さだったらって思うかもしれないですけど、これね、痛いんですよ。普通の鉛筆の持ち方するとここ突き刺さるので、かなり短く持たなきゃいけないというので、マークは大変でしたよ。プラスでリクエストがあったパート1、パート2は最後の選択肢を聞く前にマークする。パート1だったら D、パート2だったら C の選択肢を聞く前にマークするです。やりました、本当に。でも、問題なかった。で、今回の会場は、もう今はね、大学の試験会場開放されてますので、結構時計あるところにも当たるので、今回時計ありましたね。だから開始時間、終了時間をすごく久しぶりに意識しましたね。あ、こんな時間に開始されて、こんな時間に終わるんだ、みたいなのがね、わかりましたけど。はい、では感想いきます。まず、パート1ですね。パート1に関しては、まあ普通かな。消去法を使えば大丈夫だと思いますね。やっぱり現在進行形の受け身と、完了形の受け身はちゃんと分かっとかなきゃいけないですね、違いを。そこだけかな、難しいと感じたのは。で、まあ D が1個しかなかったんで、まあほとんどは正解が出たらもうマークするっていう感じでした。1問だけ D を聞かずに D をマークしました。で、続いて、パート2。まあ普通か、ただ変化球に慣れていない人にとってはやや難しいかなと思いました。で、今回少なかったわ、 C が。で、 C になる時に C を聞く前に全部マークしたんですけど、まあ合ってましたよ。で、こう塗った後に聞こえて、まあ塗った後とか塗りながらですね、塗りながらの時に聞こえて、ああ合ってる、ああ合ってるってなってましたね。思ったのは C に変化球が多かったね。明らかに今回は C のところに変化球が来てる割合が高かったです。難しくしてるんですかね、最後に難しい選択肢をっていうね。続いて Part 3、4はまあ普通としときますけど、やっぱりグラフィックの照らし合わせが難しくなってきますね。ああ、やっぱ出てきたか、このパターンっていう感じでした。ちょっと優しくしてたけど、やっぱ今までだったら、はい、ここですって言って答えが分かるものが、これの上ですとか、これの下ですみたいなやつ、出てきましたね。はっきり言ってないやつ。情報処理が1段階上がったパターンですね。それが出てきてるっていうのが最近の印象。ただ、まあ、いつもよりは場面を思い浮かべやすいかなと思いましたね。最近、やっぱ、おい、これむずくねっていうのが多かったんですけど。まあ、なんで、リスニング全体は普通レベルか、まあ、やや優しめなんじゃないの、いつもよりって感じかな。続いて、リーディング。これがね、パー5なんですけど、これ相当分かれると思う、意見が。だ、まあ普通かややなんとしときますけど、これ過去にちゃんと僕の放送とか見てた人にとっては優しめですね。まあいつも終わった後に反省会ライブやってると思うんですけど、あれをちゃんと聞いてた人だったら、ああ、これだ、これだっつって解けたと思うんですけど、そんなの聞いてないよっていう人はかなりむずいと思った。自分が過去に悩んだ問題が何問も出てたんで、ああ、これ難しい問題リサイクルしてんなって思いましたね。だからその問題がむずいって思っちゃった人もいるだろうし、あ、これはいはいはい、過去にこのこと問われてたなって分かってたらすんなりいけるじゃないですか。パート6も普通ですね。まあ普通かやや優しめって感じかな。で、今回時間測ってたっていうか、まあ、時間時計見えたんで、パート5、6で13分ですね。5と6を合わせて13分で時計終わってますね。で、まあ大体この時間にトイレ行くことが多いんですけど、シングルパッセージが全部終わった段階でトイレに行きましたね。で戻ってきたら45分のところにあったんで、27分かかかってたとか。で、まだまだ余裕あるなと思ってトイレ行ったんですよね。そう。だからパート7はシングルパッセージはまあ普通だったんです。ただね、やっぱね、パート7のマルティプルパッセージ、ダブルパッセージ、トリプルパッセージが難かった。時間かかったわ。終了5分前だったから終わったのが。だ、30分かかってますね。12時15分までかかってるから。そう、5分しか余んなくて。なんでかっていうとね、まあ、今回ノット問題が総じて多かったんですよ。ノット問題って探すのめんどくさいから。で、さらにノットにサジェスティッドが合体したりとか、推測と合体させてくんのかみたいな難問があったんですね。
で、ダブルとトリプルは当然読む量は多かったんですけど、で、あ、まあシングルもそうですけど、私全部読みますから、問題分析のためにね、文章も読むし、選択肢も間違いのやつも全部読むんで、普通より時間かかるのはそうなんだけど、納得のいかない問題が1問と、答えをめちゃめちゃ探すのに時間がかかったのが1問あって、この2問に相当な時間を取られましたね。書いてないじゃないでしょ、そんなこと言えないでしょ、って言ってすごい探したやつと、もう一個はいや論理的に考えてそれ言える、正解はこれしかないけど他の3つが絶対違うから、でもこれも絶対正解になるっていうのですごい悩んだという感じで、パート7のマルチプルパッセージが相当大変だった、苦労した。で、5分しか待ってないからパート5全部見直して、まあただでさえねマークに時間かかってますからいつもよりという感じの戦いでした。マルチプルパッセージは大丈夫だと思うんで、だからパート7のシングルを見直せてないんで、シングルでなんかボンミスとかしてなければ大丈夫だと思うかなっていう回でした。受けた皆さんどうでしたか、ぜひ感想をお聞かせください。では実際サンタ挑戦してみたいと思います。もうサンタそうですよ、クリスマスじゃないですか、ちょうどいいサンタのクリスマスプレゼントがあるのかな。それでは実際サンタトイックをやってみましょう。まずね、3分で無料トイックスコア診断があります。トイックを受験したことありますか。はい、目標750をお勧めされたけどもっと境の目指してる800でレベルテスト受けてみましょう。 In any case, it is important for the management to be aware of a possibility. The grand ballroom at Milestead Hotel has ample space. We should reschedule the interview.A. I'll review the sales report soon. B. No, I was stuck in the office. C. Sure, when are you free? C. Why don't you buy a new office desk? A. I guess I should. B. Buy one, get one free. C. I don't care if it's official.You might have a chance provided if の意味だね。It is with regret that we have had to terminate the contract ね。Why can't they load all of the crates onto one truck? A. Because the lamp in the store is so bright. B. I guess there's not enough room. C. I'll pass this time, thanks.A comprehensive the soil surrounding the reviewed the analysis done. In order to reserve your place on the cruise, please about some more transfer. Mr. Manning will not be able to make it to next week's gala event for charity as he has a previously scheduled meeting.Many of our readers were confused by our thermodynamics article, which included complicated technology and concepts. おお、すごい !945 だって全問正解したのかな。すごい、あなたのスコア上位 2% やりました。トイックスキルをこんな風に出るわけですね。どん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 解いていくと、より正確にスコアがねできるんです。で、おすすめ学習って言っておすすめしてくれる学習をやるんですね。お、図表分析問題、単語、文章、小テストとか、はい、いろいろありますね。やっていくほど AI が弱点を見つけてそれをおすすめしてくれるんですよ。今ならね、新規ユーザー限定のお得なキャンペーンやってますから、ぜひ概要欄、コメント欄のリンクからサンタをダウンロードしてチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.